はい、えー、こんにちは、カネンパブレス。えー、本日はですね、えー、まあ、昨日ですね、あの、妻がコロナワクチン打ったよっていうね、ご報告だったんですけれども、まあ、そちらをですね、私がどう思っていたのかっていうところをね、お話ししていこうと思います。まあ、タイトルに書いてある通りね、私は結構ね、あの、反対していたんですね。まあ、その辺の、まあ、どういったところで、 反対だったのか。まあでも打っちゃったんですけれどもね。まあでもそういったところのね、心境とかそういうところをまあ簡単にシェアしていければいいかなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。っていうところですね。まあまず結論なんですけれども、まあタイトル通りですね、反対していて、まあ、結構ね、喧嘩してましたね。まあ理由なんですけれども、まあ単純にですね、やっぱり子供をね、やっぱりもう一人欲しいなっていうところで、やっぱりその妊活にね、影響あるんじゃないのかなっていうところで、あの個人的には、 反対をしておりました、まあ妻は妻でね悩んでいるとは思うんですけれども立場上、まあ、打たなければねいけないっていうのがあったと思うんですけれどもまあそれを差し引いても私はね あの反対でしたで一,、まあ、一応ね妻の方は、まあ、レディースクリーンクやってますので、まあ、そちらでも確認を取ったところですね、まあ、妊活にはねワクチンを打っても妊活には影響はないよというふうに、えー、回答を受けたそうですでまたそれを受けて私はどう思ったかっていうと、まあ、結局そのワクチン接種をね始めてから妊娠して出産した日本人、まあ、いないですよね、まあ、世界的にもまだワクチン始まってそんなに経ってないんでそのワクチンを打って た時にまだ妊娠してなくてそこから妊娠して出産したっていう地球人ってまいないと思うんですよだから本当に出産に影響ないとかワクチンを打った後に妊娠した子が生まれてその子は将来的になんともないよっていう保証はまあゼロなわけですよね うん、だから、うんまあ、その医者の言ってることっていうのは分かんないよねっていうところですよね。だからそれを生きっちゃうっていうのは何か闇を感じるなっていうところでした。だから結局、まあ、そういうところを含めてもですね、その短期的にも長期的にもまあ安全性は分かんないよねっていうところです。まあ、その妻の方も昨日の YouTube でも挙げたいように、その最初ワクチン打ってからね、1日2日は多少。 体調不良だったらしいんですけれどもそれをね乗り越えちゃえば今はね本当にまあいたって健康大なんですよねだけれどもやっぱり子供ができにくくなるっていう可能性は、まあ、ゼロではないと思うのでまあ、ちょっと嫌だなっていうところは今も残っておりますあとですね副反応についてはやっぱり私の知り、えー、合いの方にもですね医療従事者やっぱり何人もいるんですけれどもまあ 今はね、私、あの、事業でパーソナルトレーナーやってるんですけれども、まあ、もともと作業療法士で病院で働いていたので、まあ、そういった同僚の方とか、まあ、看護師さんの知り合いとか、まあ、そういったところで聞くと、まあ、大体熱発してて、大体8度5分以上出てるっていうんですよね。で、は、まあ、うちの妻と同じように、まあ、1日2日で症状が収まっているというところでございます。うんまあやっぱりね、40歳前後ぐらいまでの方が、 あの結構強みに出るっていうふうに伺ってますね。50歳後半になってくると、あんまり副反応が、まあ、出にくいっていうふうにもあの伺ってるんですけれども、まあ、それも個人差がありますからね、60過ぎてでも副反応強く出たっていうケースもあるし、30代前半でも副反応なかったよっていう方もいるので、な、ま、ん、あ、とも言えないんですけれどもね、まあ、なかなかね、コロナ自体の、えー 対応っていうのは、まあ、何が正解で何が不正解かっていうのがはっきりしないので、まあ、なかなかね難しいなと思っております、えー、続いて、えー、理由の、ね、2つ目反対していた理由の2つ目なんですけれども、えー、我々夫婦はですね、まあ、まだ一応40未満四十歳未満の年齢なんですよねなので、まあ、打つリスクと打たないリスクっていう比べた時に、まあ、打つリスクの方がでかいんじゃないかなっていうところですよねやっぱりワクチン打ってから12週間で あの脳出血で亡くなったとか、まあ、いろいろね、アフィラキシーショックで亡くなったっていうニュースも、まあ、ゼロではないと思いますから、まあ、そういったところで、若い人は、まあ、コロナにかかってもね、まあ、軽症っていうのはありますからね、一応データ的には、まあ、そちらの方でうで、あえて打つ方うがまあリスクが高いんじゃないのかなっていうところでした。やっぱり副反応の、えー リスクというところがやっぱり未知数すすぎるんですよね、まあ、コロナ自体もその症状が多彩というところで副反応もやっぱり症状が多彩な場合があって、まあ、そちらが全然解明されていないんで、まあ、個人的には怖いなとうう思っていました。で、まあ、何度も言うように、まあ、短期的には良くてもですね5年10年スパンで考えたときに、まあ、どういったリスクが出てくるかわからないと。うん、で、まあ、これもか、ね、ぶってしまいますけれどもやっぱり子どもの、ね、リスクその辺ですよね。 私の母親は、私の妻の副反応の様子を見てです、ね、でとてもいいんじゃないけど、打てないよとは言ってましたね。まあ、ただね、実際にあの接種の予約が始まった時に、対象の、ね、年齢で、またね、気持ちが変わったりするとは思うんですけれどもね、その単純にまだ1週間ぐらいかな、あの副反応の状態、苦しんでいる状態を見てから1週間ぐらいなので、それをね目の当たりにした私の母親は、やっぱりだいぶね、あの怯えていましたね。 であとは、やっぱりあの妻はです、ね、子供のために打ったっていう風に、ね、書いてあったんですけれども、まあ、私は逆に子供のために打たないでくれって思ったわけですよね、やっぱり万が一、アダフィラキシーショックとか、まあ、それ以外の副反応で、打ってからね、1、2週間で亡くなっちゃうっていうことがね、あの可能性としてはゼロではなくて、で逆に言えば、ここ1年半ぐらい、結局ワクチンなしであの過ごしてきてて、まあ、基本的にはなんともないわけですよね。なのでまあ まだ慌ててね、打つ段階じゃないのかなとは思ってて、やっぱり医療従事者が、ある意味ね、一柱みたいになってばンばン打ったりとか、まあ、高齢者の方が今ね、80歳以上かなっていう方があの打ってくれてるんですけれども、うん、やっぱり打ちたいっていう人と、どうしようかなっていう人と、絶対打ちたくないっていう、ね、パターンに分かれると思うんですよね、心理状態としては。だから、ま,あ、まずはもうどうしても打ちたいんだっていう方を優先的にね、 やってもらって、その人たちの経過を見て、まあ、迷ってる人が、えー、打つとか、やっぱり怖いからやめるとか、まあ、打たないって決めてた人も、意外と問題ないよって思えば、まあ、打てばいいわけですよね。なんですけれども、まあ、日本の、ね、対策っていうのは、基本的には医療従事者を、ね、優先して高齢者から打つっていうところだったんで、うーんやっぱり何かあった時に、やっぱり自分一人で金屋をね、 育てていくのはちょっと難しいかなと思って反対をしておりました。でまあそうは言ってもですね結局、まあ、うちのママはですねあの医療従事者ですから、まあ、一応医療従事者も強制ではなくて、まあ、アンケートみたいなのをね、てね打ちますか打ち,打ちませんかっていうのが来るらしいんですけれども、まあ、そうは言ってもですね雰囲気的にはねやっぱり打たないとは言,言いにくいんですよねなので一応打ったんですよ。でまあ実際に打ち終わって まあ大反対していた私の心境っていうのはどうなのかっていうと、まあ、打っちゃったらですね、まあ、もうどうしようもないんで、まあ、正直ね、まあ、今反対してもしょうがないんで、一安心したっていう気持ちもあるんですけれども、やっぱり何度も言うように不安な気持ちも強いですね。で、またそれを受けて、じゃあ私はどうするのかって言ったときに、私の場合は、本来は今が打たないんであれば、まあ、打つ気はほとんどなかったんですよね。なんですけれども、まあ、打っちゃった以上ですね、私だけが、 ワクチンを接種しないでで、万が一まあ、コロナ感染した場合っていうのはやっぱりね。信用的にもですね。事業が一発アウトになってしまいますから、まあ、打たざるを得ないかなと思っております。ワクチン接種まあ、非常に難しい問題だとは思うんです。けれどもまあ、結局ですね。進むも戻るも地獄やんけ。け <music>